アントニオ・シウバは、ブラジルの男性総合格闘家。パライバ州、カンピナグランで出身。アメリカントップチーム所属。元エリティックスク世界ヘビー級王者。足のサイズが33センチメートルと巨大である。ことからニックネームは、ペザオ。英語圏ではそれを英訳した、ビッグフット。背中には、ペザオの文字と足型をあしらったタトゥーを入れている。 そのいかつい風貌と巨体に加えてヒーローズに初参戦した際の試合前の煽り部位のインタビューで俺はゴリラだ。ゴリラが日本のリングで暴れるぜ。と発言したことにより日本での呼び名はザ・ハイパー・ゴリラ。UFC ファイトナイトハント VS ビッグフットでマーク・ハントと対戦するシウバ4歳から小刀ー流空手をはじめ17歳からホジェリオ・カモエスの下で ブラジリアン柔術を学んだ。2005年3月6日、プロデビュー戦となった、ユクマック10で、テンギズ・テドラゼと対戦し、開始48秒で TKO を勝ち。2005年7月2日、刑事0ジ世界ヘビー級王座決定でハファエル・カリーノと対戦し、イチティコが地を収め王座獲得に成功した。2006年5月3日、ヒーローズ・スーパーバイザーの前田明の推薦で、 ヒーローズに参戦。トム・エリクソンと対戦し、マウントパンチで TKO 勝ちを収めた。2006年10月9日、ヒーローズで、カイシュノフ・ゲオルギーと対戦し、1R1 分8秒、小勝ち。2006年12月2日、バドックファイトで、エリック・ペレと対戦、パウンドで TKO 負け、キャリア8戦目で初黒星を喫した。2007年2月10日、エリティックスク。 デスティニーで、ウェズリー・キャベージ・コレイラと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2007年6月2日、ダイナマイト・ USA で、ジョナサン・ウィゾレックと対戦予定であったが、農家衰退の使用が原因で、カリフォルニア州アスレチック・コミッションの許可が出ず欠場した。当日開会セレモニーで行われた聖火リレーに参加した。2008年2月16日、エルティックスク。 ストリートサーティファイドでリコロドリゲスと対戦し、2から1の判定勝ち。エリティックスクのヘビー級での参戦のため、大幅な減量を行っての参戦となった。2008年7月26日、エリティックスク、アンフィニッシュとビジネスの世界ヘビー級王座決定戦で、ジャスティン・エイラーズと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 試合後の薬物検査でアナボリックステイロイドの陽性反応が検出されたため、カリフォルニア州アスレチックコミッションから1年間の出場停止処分、及び2500ドルの罰金処分を受けた。2009年1月4日、戦局初参戦となった戦局のラン2009で中尾キス・ヨシヒロと対戦。中尾の左膝負傷により、TKO 価値を収めた。この試合は、 アメリカでの出場停止期間中の出場となった。2009年11月7日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォス、フェイド VS、ロジャースで、ファブリシオ・ベウルドゥムと対戦し、0から3の判定負け。2010年5月15日、ストライクフォス、ヘビー・アーティレリーで、アンドレイ・アルロフスキーと対戦し、3から0の判定勝ち。二千十年五月、 アメリカントップチームを円満離脱し、フリーとなる。離脱理由については、所属選手が増えすぎて、コーチの集中的な指導を受けるのが難しいから、ATT を辞めたけど、チームと何の問題も抱えてないし、今でも ATT が大好きだと語っており、その後の試合でも、ATT のコーチと選手が、セコンドについている。2010年12月4日、ストライクフォース。 ヘンダーソン VS ボブルではバレンタインオーフレームと対戦予定だったがバレンタインの負傷欠場によって試合の5日前にマイクカイルとの対戦が決定ライトヘビー級を主戦場としているカイルとは大きな対角差があるためシウバ有利とされたが 1R に右ストレートを浴びてダウンを奪われその後もパウンドを浴び続けるなど危機に陥るが 2R にテイクダウンして スピニングジョークを極めかけた後、最後は、マウントパンチで逆転小勝ち。2011年2月12日、ストライクフォース、フェイド VS、シルバのワールドグランプリ1回戦で、エメリア・エンコヒョードルと対戦。1R から、右ストレートを、クリーンヒットさせ、2R 開始早々にテイクダウンして、マウントパンチの連打を浴びせ、肩がたを極めかけるなど圧倒。 終始試合を優位に進め、にある終了後、ヒョードルの右目負傷によるドクターストップにより、TKO 価値を収めた。2011年9月10日、ストライクフォス、バーネット VS、ハリトーノフのワールドグランプリ準決勝で、ダニエル・コーミエと対戦し、スタンドパンチ連打で小巻けを喫した。2012年5月26日、UFC 初参戦となった UFC146 で、 ケイン・ベラス・ケスと対戦し、グラウンドの肘打ちで大流血に追い込まれ、パウンドで TKO 負けを喫した。2013年2月2日、UFC156 のヘビー級王座挑戦者、決定戦で、アリスター・オーフレームと対戦。序盤こそ劣勢だったが、最終 3R にパンチで攻勢をかけて逆転小勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年5月25日、 UFC160 の世界ヘビー級タイトルマッチでケインベラスケスと再戦し、1機構負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年12月7日、UFC ファイトナイトハント VS ビッグフットでマーク・ハントと対戦。両者流血の壮絶な殴り合いとなり、0から1の判定ドロー、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。しかし、 試合後の薬物検査で規定を超えた高濃度のテストステロンが検出され9ヶ月間の出場停止処分を受けたこの試合もシウバ側の戦績はノーコンテストに変更されたこれについてシウバは試合の数ヶ月前にテストステロン補充療法の認可を受けるためにブラジルの UFC 公認ドクターと接触し補充療法を受けて試合の2週間前には UFC から 必要な検査をすべて受けている。ドクターから補充量を増やすことを勧められるくらい俺のテストステロン濃度は低下していたが不幸なことに数値が上がりすぎて出場停止処分を受けてしまった。俺はこの件に関して精通している人から勧められたことをしただけなので俺のミスじゃない。とコメントしている。2014年9月13日 UFC ファイトナイトビッグフット VS アール・オフスキーでヘビー級ランキング14位のアンドレイ・アルロフスキーと再戦し、1RKO 負けを喫した。2014年9月23日、下水対選手を手術で摘出した。2015年2月22日、UFC ファイトナイトビッグフット VS ミアでヘビー級ランキング13位のフランク・ミアと対戦し、小負けを喫した。2015年11月14日、 UFC193 でヘビー級ランキング8位のマーク・ハントと再戦し TKO 負けを喫した。2016年9月24日 UFC ファイトナイトサイボーグ VS ランスバーグでヘビー級ランキング11位のロイネルソンと対戦し小負けを喫した。この試合を最後に UFC をリリースされた。2016年11月18日 ロシアで開催されたティトブボクシングプロモーションシュターコブ VS シルバでイァン・シュトルコフと対戦。2R まで圧倒されたものの最終 3R でシュトルコフを小寸前まで追い込み巻き返すが判定負けを喫した。2017年10月14日にキックボクシング初参戦となったグローリー46チャイナでグローリー世界ヘビー級王者リコペ・ホーベンと対戦。2R に パンチレンダで、レフェリーストップ TKO 負けを喫した。2019年10月9日、ボクシングを素手で行う BKFC8、シルバ VS、ゴンザガで同じく元 UFC ランカーであった、ガブリエル・ゴンザーガと対戦。2R に、小負けを喫した。ありがとうございます。